はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのダイヤのエース復刻ガチャの方を引いていきたいと思います。で、こちらの復刻ガチャなんですけれども、もうダイヤのエースのキャラしか出現しないような形になってまして、でさらにその中からナルミや沢村ライチの3キャラが、ピックアップキャラになってますと。で10連ガチャの方が、初回がパワーストーン150個で引けて SR の出現率が2倍と、で2回目になると200個で引けて SR 以上が1枚確定で、3回目になりますと、バナーの3キャラのうちから SR 以上が1枚確定で、4回目になると SR 以上1枚確定の、出現率2倍のさらにダイヤのエース SR 選択権がついてくるというような、形になってまして、もう凄まじい内容になっていると思います。でこれ実装当時ね、ガチャの内容を、自分も確認したんですけども、確認した人は分かると思うんですけども、下の方にもね、6月13日、10連ガチャ4回目の内容について追記が入ってるんですけれども、当初はこの SR 以上1枚確定っていうのが4回目はなかったんですよ。で、予定としても、多分入れるつもりはなかったんですけども、多分不具合ですね不具合で、SR 以上が1枚確定になってるということが、発覚してですね、それをそのまま、使用にしたんだと思います。なので、40連目ですね、これがね、とてつもない内容に、なってるので、それはそれでね全然ありがたいんで、引いていきたいと思います。自分はねナルミアとライチ両方持ってないんで、選択権でナルミアライチどっちかは取るとするんですけれども、それまでにねナルミやライジどっちかを引いて持ってない方を選択権で使うっていうのが、理想の形かなとは、思ってます。あとチャレンジの方ですね、これも今期間限定チャレンジをやってまして、全部達成すると、ダイヤのエースの SR チケット、手に入りますので、これも今回使っていきましょう。ガチャの画面に行きますと、まずは、ガチャ券の方を使っていきますか。わりかしあるんですけれども、ダイヤのエース系を先にちょいちょいちょいと使っていきましょうか。制度から PR ですね。とりあえずグググポン、PR かな、これは。タンバさんは持ってないからな。あとチケットで、イナジツですね。イナジツは本当にもうナルミア欲しいっすよね。ポンと、これも PR ですね。ただのと。で、ダイヤのエースはね、1期までは全部見たんで、それなりに分かります。で、薬師。薬師はライチがいるとこですね。ライチくんが出てくれると嬉しいと。全部 PR ですね。ミッシーマか、ミッシーマ。で、チケットとしては、あとは、ダイヤのエースは SR チケット。じゃあ、これも引いていきましょう。さて、ここら辺でね、何が出てくるのかっていうのが。あと涼介兄さんもね結構欲しいんですよね。さあ誰、おー、カルロスは持ってますね。これは上限回復していきましょう。じゃあガチャの方に移っていきます。単ガチャの方もね、初回は PR が1枚確定してるんで、これも1回やりますか。とりあえずグググポン。タンガチャはねそうそう出ないっすよね。沢村もねやっぱり結構使えるんで、ただスタミナキャラはね2キャラ入れるかって言われると普通に育成するときにはスタミナはね2人入れないと思うんで、じゃあ10連ガチャの方、初回いきましょう。もうどっかでナルミアからライチですね。とりあえず赤玉が出た。よしよしよし、さすが2倍。おお、しかも2枚抜き。あと内容っすね。
うーん、倉持かそう、マスコさんがね2枚当たりましたとかね、そういう報告もね来てるんでね倉持は申し訳ないけどちょっと使わないかな。さてこれは、おー、来た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 、よしよしよし、こっちはいい、なるみやー、いいね、もう初回から調子がいいよこれは。で仮にライチとかね出てくれれば、そしたらね俺は涼介兄さん取りに行きますね、選択権は。まあ多分ちょっと取っとこうかなっていうことにはなると思うんですけど、じゃあ2回目を引いていきます。これは SR が1枚確定してますので。いやただね、鳴宮、沢村、ライチのねピックアップはね本当にすごいっすね。おお、沢村沢村いいね。あとは PR がねちょいちょい出てくれると嬉しいんだけど、まあ春っちと白川だけですね。じゃあ3回目で、3回目は3キャラの中から1人出るんでいきましょう。お、虹来た、グググポン、キラーンがない、いつもキラーンがないんだよね、キラーンが。さて誰、おー、ライチ来たね、一応揃ったね、ナルミやライチは揃ったな。あとは R ばっかだな、まあ全然いいんだけどね。川上もね俺キャラ的にはね好きなんすよね。さてさてさて、まあでももうここまで来たんで、これは4回目選択権も取りに行きましょう。まあ、もちろん SR も手に入るんで、さあゴー。いやいいね、しかもまた虹が来たよ、グググポンキランはない。そうでね、アプリの方は PSR3 枚とかすごっおお、しかも涼介兄さん来た、これ選択権どうするよ。いやマジすげえわ、ライチ来たね、ライチ来たね、しかも沢村、お、これはすごいわ、マジすごいわ。真田くんとか SR 持ってないけどねいやこれは本当嬉しいな。あ、そうで PSR の話なんですけど、アプリの方はもう出現確率が載ってて、通常だと PSR が 0.5% だったっけなんですけど、アプリ と、このサクスペは PSR の出現確率が違うっていうのを、もう運営さんが明言したん で多分話し方からするとサクスペの方が PSR の出現率は少ないですね。まあ、そんな話し方をしてたのがもう出てるん で一応体感的には多分 0.2% くらいじゃないかと、 0.2 とか 0.3% くらいの確率じゃないか と、言われてます。まあ、とりあえずアプリの方が PSR の出現確率は高いっていうのが、まあ、今のところほぼほぼ決まってるんで、まあ、やっぱり PSR は通常で引こうとすると、まあ、自分は1回も引いたことないんでまあ難しいっすよねというところで、いや内容としてはいいな。ちょっとこれ選択権は取っとこうか、これ見れるよね、あれ回収しないといけないんだっけ。いや揃ったな、ナルミア、ライチ、涼介兄さん、これ3キャラガチャで揃ったのはマジでかいな。どうする、ちょっと一応見るだけ見ましょう。チケットとダイヤのエース選択権、ほいイベキャラボックスがいっぱいや、まあ、ゲドウくんがねいっぱいあるんで、ちょっと適当に誰かに食わせましょう。もうこれは本当誰でもいいんで、とりあえずライチだな、ライチに食わせよう。ライチがでもほとんど解放できないか。まあこのゲドウくんでいいんで、一応他のみんなテーブルを確認して、もし上限解放うまいやつがいたら、まあそいつに突っ込みたいけど、45はもう絶対無理なんで。そうだよね、40にしてもまあ初期評価が上がるっていうのもいいんだけど、45は作れないな、これはどう考えても無理だ。あと鳴宮、
あーちょっとレア度順になっちゃった。ナルミアのテーブル、コツイベント率アップが 20% か45で、まあ、大体ね35で完成されてますよね。カルロスはまあくっつけるとして、沢村がプラ2になって確実に。倉持ね、倉持ちょっとね、どうなんだろうな。一応デッキ的には、デッキっていうかテーブル的にはホモテですね。タック80の、基礎ボーナス4がついて、初期評価75の練習効果アップ 5% と。盗塁走塁送球バント内野安打チャンスメーカーヘッスラ守備職人持ってるんだ。なるほどね、ちょっとコツが多いかな。ヘッスラはまあ潰すとして、まあちょっと使いどころは難しいかな今のところ。まあ、だったらちょっとカルロスの方がいいかなっていう感じはしますね。じゃあまあまあまあ、それで SR 選択権を確認して、もう今回はこれ絶対悩んだまんま終わりますね。選択権のタンガチャと、あーなるほどね。あ、テッサンとかもね持ってないんだよね。テッサンは、あ、これテーブル見れないのか、残念だな。フルヤも持ってないですね。でミッシーマも持ってない、秋葉も持ってない、ハルッチ持ってない、結構持ってないのいっぱいいるな。その中ででも手に入れられたのはでかいな。まあ、ナルミヤとねライチはピックアップされてるんで、まあ全然いいんですけど。いや、涼介兄さん手に入ったのはねマジでかいな。というような感じになりまして、もう本当に今回はめっちゃ満足っすね。もう4回目の3枚抜きとかマジ初めてで、結構興奮中なんで、まあこの興奮のままちょっと、ボックスの方も整理していきたいと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。